あっぱれ。やってます。よく浜口です。兄です。やっぱり親子っていうのは似るんだなと思いました。ドラッグドラゴン鈴木です。山本沙耶香で何前でやってです。って何たから何山本沙耶香ドゥップ。いきなり出ましたけど、いきなりドゥップ出ましたけど、そうね。それでドゥップって言って鈴木さんの後です。そうですよ。じゃあ、じゃなくて山本沙耶香等だったっけ、山本沙耶香ですだったっけってなって、うん、そして山本沙耶香ドゥップになった。失礼しました。今まで最後だったからね。そうですね。その名前を言う順番が。ずいぶん経つよ。ずいぶんやね。あ、そうか。すいませんでしょ。もう2ヶ月ぐらいでしたっけ。経ちますね。ねえ、まあちょっとドゥップになってしまいましたけども、何ですか。いや、ちょっと親子って似るのかなと思って。僕は子供の頃、うん、犬飼ってて、はい、親父にこう犬がギャン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 吠えてるから、うん、親父にちょっとタクドンってやれって言われたんですよ。なんドンって。その要はあの親父が言うのは、はい、まあ、外に犬飼っててワンちゃんがワン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 吠えてるから、うん、ちょっとこの近所迷惑やし、近所迷惑だから気を引くために、うん、扉をドンってやれっていう意味だったんですけど、僕分かんなくて、うん、それまあ随分小学校3年ぐらいの話なんですけど、うんうん、扉の前まで行って、うん、自分の言葉でドーンって言ったんですよ。だいぶのアホやな、はい、で親父がそれでブチ切れて笑えへんかったんや。全然笑わなかったです、うん、もう何やってんだっつって怒られたんですけど、ブチ切れろっつってドーンって言っただけだったんですけど。犬はおとなしくなったの？犬はおとなしくなってないです。なんかそれで余計ギャンギャン怒られたんですけど、相手してくれる思ったやろな、はい、だから家族全員バカだったんですけど。さあこの間うん、まあ昨日ぐらいですかね、うん、息子があの結膜炎みたいな、うん、目がもう真っ赤っかになっちゃったから、うんうん、じゃあ目薬さしてやるっつって、うん、僕の膝の上寝かして、うん、目開けろって言ったら、うん、目すごい開けないんですよ、嫌がって、うん、もう怖い怖いと、うん、目薬でいいから開けろ開けろって言って、うん、まあほんのちょっと開いたところに刺したんですね、うんうんうん、ポトッとこう目薬刺したんですけど、うんうん、目をぐーっとし閉めるから、うんうん、いやダメだと、うん、パチパチさせろって言ったんです、うんうん、そらパチパチしろって言ったら全くしないでグーッと目やってるから、うん、もうちょっと切れ気味に、うん、パチパチしろって言ったら、うん、息子が手を叩き始めた、うん、いいバカだねバカです。いいな、最低だなと思って口でパチパチ言うかと思ったら、はい、拍手がやったよ、はい。大変な。どうしたのそれは。それを見て、なんでやねんって。いや、あのそれを見て奥さんが、うん、本当にバカな二人だ。あ、お父ちゃん笑っちゃった。はい、僕は笑っちゃいました。目をパチパチだろって怒んなかった。ぶち切れなかったです。バカ野郎とは言われなかった。さすがに言えなかったですね。やっぱ自分のドーンを思い出しちゃった。すぐ思い出した。やっぱ似るんやな。似ますね。そういうことか。でも目薬ってパチパチしない方がいいんですよ。じゃあタックさん間違いだ。そうですよ。おいおやじ、ギョロギョロですよね。まあ、いやあのいや目開けっぱなしでしょ。違います。どうしたいの。あのそっと閉じてるんです、数秒。あ、キス待ってるみたいやん。それで全面に馴染ませるっていう。じゃあ子供さん正解なんちゃうの。ギューギューでも入ってないですよ、入ってないですよ、目の中に。最初からあ、そう、はい、まぶたがギューってなりすぎて、はい、でも隙間空いたやろ。ちょっと一瞬隙間っていうか乗っかってただけですね。そう、はい、閉じてるところに、はい、表面張力みたいなこのなんか玉状になって、はい、入れたらよかったな。入れてパチパチパチって目するんじゃなくて、はい、じっとしとかなかった、ね、入れてスッて、え、ギョロギョロちゃうんや、うん、目玉ギョロギョロ回すんじゃないの。そう、俺もそれだと思ってた。いやもうまっすっと閉じて。へえ、じゃあ目ギョロギョロさせてたわ。なんか違うねや、うん、ね、目閉じないでギョロギョロしてましたよね、ギョロギョロした方が行き渡ると思ってました、ね、行き渡ると思って、うん、違うねや、でも違いますよ。なんか説明書かなんかで見たのかな。あ、そう、目をしたら確かにスーって広がっていく感じがあります。静かに閉じろと、はい、静かに閉じて顎をキュッと上げるの。キスじゃないですかやっぱり。ほんでさやね、いつも顎上がってますもんね。怒れ怒れ。それ
誰がしゃくれやねんな。言ってない言ってない言ってません。言ってない言ってない言ってない。誰がしゃくれやえぐられましたよ。そうか、似るねんな。似ますねやっぱ親子は。ボケ型になってるな。そうですね。あ、いいですね、才能があるんじゃないですか。いやそれはないと思います。あ、そう、違う、お笑いとは違う。お笑いとはやっぱ違うと思いますけどね。僕のすごいな。だってすずのそういうとこ見て育ってるわけじゃないんですもんね、うん、ただなんか遺伝的に反応しちゃってるってことですか。それただの天然じゃないですか。だから俺なんで目薬して手叩くねん。いやパチパチしろって言って何なんでしょうね。パチパチ笑かしたら逃げれるかもって思ったんじゃない。いやそれはもう完全に間違いです。歯みたいな驚いてましたから。あ、違うんやって歯違うんだって。自分らもないこう、あ、お母さんに似てるとか、あ、お母さんこんな行動してた、うん、お父さんこんな行動してたとかって。俺、うん、あの結婚して、うん、であの例えば奥さんが料理作ってる間な、うんうん、もうやることがないわけですよ、はい、僕料理ができないから、うん、あの後片付けまで、あと片付けはできんねんけど、うん、手伝えねんけど、その間できへんから、でもなんかせな、うん、落ち着けへんから、うんうん、奥さんがなんか料理作ってる間俺掃除機かけんねん。優しい、パッと、はい、その姿見て、うん、あ、これ父ちゃんもやってたと思って、あ、そのタイミングで、そのタイミングで掃除機かけた時に、あれなんかこれなんか懐かしいなと思ったら、父ちゃんやこれとかって、すごい、かけてたって、あ、それを無意識にやってるんですね。無意識にやってんねやと思う、ね、もうそれは親子だ、なんか人間なとかさ、やっぱり、いや、そうなんでしょうね多分、うん、はい、なんかあるかもよ。うわ、おかんやって。そう、谷ちゃんなんかだってあるよ。母親と似てるところ、口癖とかさ、なんだろう、うん、うちなんか子供はなんか突っ込むようになってきたよ。おー、丁寧に。あ、そうなんですね、うん、なんかあの俺それは誰か似てんの。俺がリモコンを持ってて、はい、いやんことは俺はもうずっとする人やから家でも、はいはい、で音をわざとテレビの音ちっちゃくしてて、でご飯食べてて、はいはい、パパちょっと声出してって言うから、あーって言うから、はい、いやそれじゃないからってなんか冷静にテレビだからって言うてうんふんって言って、でも次女はゲラゲラ笑ってるんだよね。あ、そうですね。あ、テレビの音を大きくしてと思ったんや、うん、ね、大きくしてで、うん、成り立ってますね、もう、はい、うん、テレビの声ね、テレビの声出してって言ったら、うん、声出してって言うから、声出してって、うん、ツッコミは本当うまくなるかも分かんないですね、こういう、そういうもんなんかな、職業の、はい、あ、どうなんだろう。でも私もお母さんお父さんが、うん、もうすごいボケなんで、はい、あ、そう、はい、ツッコミまくってますね。はい、そうなんや、はい、見てみたい、ね、だって天然のボケの、わざとボケの、わざとボケの、ちょっと腹立てへん。お父さんは割とそれでだから割と無視もええねえねえ、そうです、楽しいお父さんが、はい、確かに有野さんっぽいかもしれない。お酒飲んだらしつこいやつや、うざい、うざい、うざい。それ取ってっていうやつ絶対俺取れへんから。え、なんですか。なんか醤油取ってって絶対お箸渡したりとか、めんどくさい、めんどくさい、やだ。そうじゃないから、サヤネのお父さんはそういうことする、ね、そういう感じですいいね、楽しいね、うん、もう子供がもう違うからって言ってるのが楽しい、ね、もうわざと聞き間違えたりとかしてそうそうそう、全然言ってないのに、うん、だからあれのとこの娘さんと一緒なんちゃうの、サヤネが突っ込んでくれるから、確かにもうお父さんはよろ嬉しいのよ、どん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 、うちの娘と話し合うじゃないでも今さやねえが本音言ったよな、鬱陶しい嘘でしょ嘘でしょ被害者の会できましたないな一回お父さんに合わせてボケ方教えるからもうええねえええねえ言って、うん、今ちゃうやろそのボケええねん、真面目に聞け今は言て小ボケがね、小ボケ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 がさ、コツン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 やってる、いや娘から小ボケがねって言われたくねえなもっと大胆にボケろやちっちゃいねボケ、そういうことですよね、そうなの、ほんとそう、無理無理、家で大ボケはなかなか難しいよいや、うん、ボケ狙ってる感じでもない、なんかないというか、まあまあまあ、数、手数そう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 、わかるわかる、あのあれやろ、なんで言えそうな
やめてあげて。もうツッコミ待ちやろ、ツッコんで早くツッコんでみたいな。そうそうそう、その時の顔ありますよね。ありのそうやもんな。もうボケました、ツッコんで早くツッコんで。ボケたで今ほらほらほら子供だな。玄関でずっと鍵の閉め合いとかしたりするよ、子供が出ていこうとして鍵閉めたら俺がガチャって開けて。どうなん、私ですか、うん、そんなお父さんはどう、素敵、こんなお父さん、うちの家族みんな、お父さんが B 型で、うん、お母さんが O 型で、うん、基本的にもうみんな B なんですよ、一緒だ、だからもう本当にみんなマイペースで、うん、もう自由や、自由で、だからお母さんが O だから、うん、O も結構もうマイペースだから誰も仕切る人がいなくて、うん、出発時間にみんな準備が終わったこと一回もないから、あ、そう、うちもそうやわ、家族の出発時間だいたい1時間は遅れるみたいな。そうなんや。でも誰も気にしないから治んないんですよ。映画とかどうすんの、時間決めてたりとかしたら。いやもうしょうがないよね。途中から見ても OK、うん、今のもう予約せなあかんもんな、うん、そう、昔みたいにそんな、うん、いい時間に入られるしね、予告はだからなかなか見られへんよね、見られないです、見られない、うんうん、チラシでしか見えんよな、見ない。まあええかってなんねや、なっちゃいます、うん、なっちゃいます、すげえな。全員がそれやったらええわな。そうなんです、だから締めはしないですね、会うからいいですよね。そうやな、うん、あ、一人も時間に厳守やったらもうえらい騒ぎやで。確かにですね、これピリ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 、そうでしょうね。、うん、ピリつくんやろな、ピリつく一人、母、うちはあのやっぱり男ばっかりなんですよ、うん、息子二人男なんですけど、やっぱ奥さんだけはもうきっちりしてるんで。ああ、そうなんや、うん、やっぱりそこはもうすっごい剣幕で、うん、あの子供に怒るんですけど結局あんたたちっていうので俺も怒る。息子があんなんね、はい、で、男同士固まって、うん、うるせえなーつって。まあそれも家庭の形やな。しょうがないなって、はい。お母さんそうやよな。始まったよまたつって。はい。